久保さん悲しいですね、髪の毛が抜けていくのは、悲しいです。<laughs> まあ、従業員にねあの、帰れないっすよ、みたいなね、吉谷さんが帰れないから僕たち帰れないですよ、と、ね、そんな仕事したくないですよ、みたいな、ね、やめてくださいよ、と、もう仕事終わったんです、帰らせてください、みたいなね、<laughs> うん、悲しかったですね。うん まあ今はね、あんま悲しいってことはないんですよ。なんでかっていうと、まあ人とあんま関わ,関わってないからですね。まあそういう。だからまあ人生においてだまあ今となっては、あの、いい思い出になりましたけども、まあ従,従業員に給料を払うっていう、その、苦しみ、悲しみ。だってそういうふうに言われても払わないといけないんですよ。従業員に何言われても払わないといけないんですよ。 この悲しみ。ね。従業員が売り上げ作らなかったとしても、払わないといけない悲しみ。<laughs> 従業員が集客しなくても、従業員が売り上げ上げなかったとしてもあ、結構悲しい、切ないですよ。うん、そう、切ないですね、うん。だって、じゃあそこのお金どっから来るのって話で。従業員が誰も売り上げ作れません。 誰が売り上げ作るんですか僕、やるしかないじゃないですか。で、僕、頑張るじゃないですか。で、吉谷さんが仕事してるから帰れないんですよ。<laughs> なんなん、このパラドックスみたいなね。<laughs> なんなんだ、このパラドックスみたいなね。あでも、今はいい経験ですよね。そういう経験したからこそ、まあ今はもう、人に頼らない、人に、まあ、従、まあ、頼るというか、まあ、従業員を雇わない、一人で生きていくっていうのを決めて、すげえ楽になったし、まあ、そういう怒りの感情も、もう起きることはないですね。だって、 人を雇わないわけですから。うん。人に関わらないって、そういう、そういう関わり方はしないので。そう。だからその、まあ一番、一番、あの、いい関わり方は、やっぱ久保さんとの関わり方が一番いいなと思いますね。そのとく、全部もう、空気のように接するみたいな。お互い、お互いの、お互いに好きなことやって、なんか繋がってるっていう、なんかね、何の依存関係もないし、 そう。ただ来るから、ただ空気があるから吸うみたいな。<laughs> ただそこに久保さんの動画があるからただ返すみたいな。なんかもうほんとそれだけですよね。もうさすがにもう億万長者合宿ね、もう本編、平成最後にやったんですけど、今令和4年ですからね。平成最後にやって今令和4年でしょもうセールス終わって4年ですよ。さすがにもう空気ですよね。 なかなかいないと思いますよ、これは。セールス終わって4年まだ続いてるっていうのは、これはね、奇跡として、奇跡なんじゃないかなと思いますけどね、うん。なかなかすごいですね。だからまあ、悲しく、まあ今回悲しいなんですけど、悲しい。 えー、ことは人生においていろいろあると思いますけども、それはまあ、まあある、まあ、ぜ、全部は回避はできないかもしれないですよ。うん、例えばヤマト君がいきなりその交通事故で亡くなる悲しいですよね。まあそういうのも、じゃあ絶対回避できるのかっていうと絶対はないので、ね。だからわかんないですけど、悲しいことはなんかふ、ふとガンって来る場合あるんだけども、でも回避できるのもありますよね。 うん、例えば従業員を雇わなければ、そ、そこの悲しみは回避できるわけです。そう、そういう感情にはならないわけですから。うん。だからまあ、自分のある程度の意思判断、決定で、まあ悲しみは回避できるっていう。うん。まあ僕はあのもう悲しみを味わうことは一生ないでしょうね。うん。雇わないんで。うん。そう。 でもや雇われてる側の視点だと給料が安いという悲しみがあるかもしれないですね。っってらっしゃい。